韓国の本当映画であなたの人生をもっと豊かに成川綾の優雅なソウル生活 優雅ですね今のね, <laughs> ね優雅でしたね <laughs>、えー、さてこのコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに今韓国で話題となっている本と映画を紹介解説してもらいます、えー、冒頭でも説明させていただきましたが成川さんには第1週と第3週に来ていただくことになるわけなんですが、えー、その週ごとにね 本か映画を一作品ずつ紹介していただきたいと思います。はい,い、僕もね俳優ですし、こう映画に携わっているね、ね人間としてやっぱり映画の話っていうのは楽しみなところでもあります。うんうん、はい、えっ、ー、と、僕も本は日本語のものを読むことのが意外と多くて。えー、韓国の小説,小説とかあまりよく知らないんですよ。で、まあ、この成川さんのコーナーでたくさん勉強させていただけたらと。 思ってます。はい、それではご紹介しましょう。成川あさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではあのまず簡単な自己紹介をお願いします。はい、えー。韓国在住で映画ライターをやっています。成川あと申します。ええー、2017年までえっ、ー、と9年間朝日新聞で、えー、文化部を中心に記者をやっていたんですけども、えー、退社してソウルのトンク大学東国大学トン大学の映画映像学科の修士の方に、えー、留学しまして<ー>ええー。 映画を勉強しながら、フリーの記者として、日本と韓国の新聞や雑誌などに。映画関連の記事を書いています。いや、僕ね、実はね、以前ね、お会いしたことあるんですよ。そうですね。はい。あの、映画関連、今のところに出入りしてるんで。はい。で、僕、僕、映画館じゃないですよ。あの、飲み、飲み。飲み屋もよく行きます。いや、あの、知り合い、共通の知り合いがいたね。そこに、僕、呼ばれて、行った時に、いらっしゃって。はい。あの、お、そういう方いらっしゃるんだっていう、時に、僕、その時、初めて知。 私はもう有名なので実際に見たのか映画で見たのか分かんなくなってさっきお会いしたような気がするなと思いながら。ということでいきなり僕だけちょっとアウェー感がそんなことないよみんな仲間じゃん。本と映画なんですけどでしょうか今日はですね映画「82年生まれキム・ジヨン」。 っていうあ今日は映画ですねああああななんていうポスターみたいなものまあ出てくださってるんですけどはいえっと韓国では10月に公開されましてはい日本でもあの今年2020年に公開の予定なんですけどもはい韓国ではもう350万人以上動員していてかなりヒットしたヒットした映画ですねそうですねはい作品なんですけどもまずちょっとあの小説のこっち小説なんですけど原作の方のお話をするとはいはい私自身も82年生まれなんですけどもあそうなんです

この本とか共感できも82年生まれはこのタイトル見たら心がガッまりますよねはい、はい、とりあえずちょっっと読みたいいなって思ってます,、ねすね、あの本屋に行くと本当にその頃ずっとベストセラーのところに並んでいてはい、はい、何なのかなと思って読んでみたのがきっかけだったんですけど、はい、あのフェミニズムの本っていうふうにも言われていてその割に私が読んだ感想としては割と淡々と1982年,年に生まれた主人公キム・ジヨンが家庭や社会で経験してきたことが書かれているそういう小説だったんですけども。はい 正直あの日本で生まれ育った私にとってはちょっとギャップがありましてあ<ー>であの日本の方ですごく共感したってよくおっしゃってる方は私より10歳ぐらい上の方が多いのかなと思って。えー、日本と韓国で10年ぐらいののギャップがあるのか うん、そううなかもしれなかです,ないです、ね、かなと思うんですけどじゃあ日本では72年生まれになるかもしれない,い<笑><笑>はいごめんなさいこの小説自体は2016年に出版されて、えー、韓国では100万部以上売れたベストセラーなミリオンセラーなんですけどいやそうですよねすごい売れましたもんね,、はい、す,ねすごい有名になりましたもんね。はいでまあ、2018年にあの韓国内で Me「MeToo、うん」「MeToo」運動がすごく吹き荒れた時にも、うん、あの再び話題になってで日本でもあのその影響もあって。 で昨年12月に、えー、翻訳出版されまして、昨年あ一昨年ですねもう一昨年ですね一昨年の12月に翻訳出版されて、韓国の小説としては初めてヒット。 というヒットをしまして、でおかげで映画も注目されまして、私の方にも関連のお仕事が、いきなり笑ってらっしゃる、という感じなんですけれども、あやっぱ公演でこういう内容のことを喋ってほしい、そうですね、この話をしてほしいという部分が結構来てて、はい、そうなんです。はい。で、あの映画自体はあのチョンユミとコンユが主演で、主人公のジオンチョンユミがジオンの夫コンユが演じたんですけども、あの二人あのご存 感じの通り新幹線三、うん、年ですねプサン駅でも共演していてあの制作報告会は取材に行ってたんですけども、うん、もう息ぴったりの感じで。 とてもいい共演だったんですけど本ではあんまり存在感のなかった夫が、まあ、婚姻が演じたということもあって、はい、映画ではかなりの存在感になってましてで私はちょっと欠点だと思うんですけどはい、はい、婚姻があまりにもかっこよくて <laughs> あんまりジオンがかわいそうじゃないっていう <laughs> なんかこ,こんな優しそうな旦那さんでいいじゃないみたいな。<laughs> 旦那さん見たら頑張れそうですよねでもやっぱ婚姻さんかっこいいですかね。仕方ないです、ね、ですよねでもこの <laughs> 婚姻さんがかっこよすぎる件が結構そううの女性の間でも話題になってて感情移入ができないとそうなんですよ僕の嫁も見てていやもうあれは旦那さんあれだけかっこよくて優しいんだからそんな可哀想じゃないしあとあの主人公が泣く場面よりこ婚姻さんが泣く場面で泣いてましたそこで泣くか婚姻に感情移入しちゃうどこで泣いてんだよ <laughs> そうなっちゃうんですねはい。 そう,そういう意味で映画がちょっと、うん、残念な部分もあったんですけど <laughs> あ<ー>まあでも婚姻見なくても見る人もたくさんいると思うんですそうでしょうねやっぱ映画としてはそこをね, <laughs> ね持っていかないとこうう成績上がらないだろうしそうなんですね。あおっしゃったようにむしろ婚姻の演じる夫とか、うん、ジオンの母に共感して泣ける映画だったんですけども、うん、あのジオン自身は幼い時から家庭内であの弟,の弟との差別間で差別があったりとかあの職場での昇進で。 男女格差があったりとか、うん、出産育児で働けないことについてのストレスなどが、うん、まあ精神的に耐えられなくなっていってしまうっていうそういうお話なんですけども、はいでまあ、それで、うん、まあちょっと精神的に耐えられず他人になりかわってしまうっていう症状が出てくるので本人はその症状に気付いてないんですよね。うん、だかからそののののどっちちとというと周りの家族たちの苦しみの方が あの映画としては見えてくるっていう,うあのものだったんですけどこの映画の監督も女性キム・ドヨン監督、ね、はい、女性で82年生まれキム・ジオンが長編映画としてはデビュー作になるんですけどもキム・ドヨン監督はもともと女優で,で出産育児で女優としての経歴が途絶えてしまうっていうそういう自分の話を映画にした自由演技。はいはいはい だったんですけども、うん、まあそういうキム・ジョンもそういうあの経歴が断絶するっていう経験をしているので,で、ね、同じような経験をしている女性として多分共感しながら作ったんだろうなと思います。で、はい、あと映画で私はあのあの終わり方が小説に比べて希望が持てるなと思ってよかったんですけども。はい、と言いますと。はい、あのキムジオンが精神的にちょっとあの あ辛くなって病気になったっていうことを本人も家族も知った後最後の方の場面なんですけども弟がジオンに会いに行く場面で、はい、あのお父さんにジオン が好きなのが何か、お姉ちゃん何が好きなのかって聞いたら、うんうん、アンパンって言うんですよね。お母さんはい、はい、<laughs> で、アンパンを買っていくんですけど、はい、実はアンパン好きなのは弟なんですね。で、まあ、お父さんそれだけ、あの弟には関心があるけど、ジオには関心がなかったっていうのが、やっぱり。あの、また分かっちゃうんですけど、まあ、それで弟が、まあ、今度来るときは、クリーンパン買ってくるよって。 あクリーンパンンをあのジオンが好きなんですねで今度はクリーンパン買ってくるよって言いながら出ていくんですけどそうやってあの無意識にちょっとずつ傷つけていたっていうことを家族が気づき始めてちょっとずつ変わっていくっていうなんとなくいい変化が出ていくんだろうなっていう余韻を残して終わったのでその点はすすごく良かったなと思います小説はまたちょっと違ったんですかそそうですよ、ね、ちょっと最最後の最後のにあ やっっぱりていう絶望感で終わも僕も聞いた話だとフェミニズム的要素も小説よりは映画がちょっとソフトなッちになってるって聞いたんですけどそうですねやっぱり観客の中に男性も多分かなりたくさんいらっしゃるので男性への配慮がかなりあったなっていう。大人のあれでですはい じゃあ成川さんのこの映画をご覧になって、はい、ご自身と比較してみるとどうですか。はい、私そのさっきのアンパンクリンパンの話で、うんうん、自分を振り返った時にそういえば私あのお正午とか夫の実家になんか送る時に、はい、何がいいってあの聞いたら夫が、はいうん、お父さんは何々が好きって言うんですよ。なるほど。でまあそれに何の疑いもなくあそうかと思ってそれを送ってきたんですけど、ふとお母さん何が好きなんだろうって考えたら知らなくって、そうですね、ああで私もなんか自分で自覚してなかった。 けどそういういとところっってあったのかな,となんか知らず知らずのうちに誰かを無視したり傷つけたりっていうことってあるのかなって思って、まああのまあ、男女問わずあのそういう、うん、まあ家族にしろ周りにしろあのそういう人たちのことを振り返る、うん、そういう機会になったらいいなと思いました。えー、皆さんもぜひ機会があれば この映画も日本でも公開するということなので、はい、ぜひ見てみてください。はいえー、成川さん、あの次回は再来週ですけども、はい、再来週は本の週なんですが。すね、紹介する作品っていうのはもう決まってるんですか。はい、そうなんですね。国を緩む彼女の名前はという本を紹介させていただきます。あ、ちなみに、あの作家さんが。あえっと、八十二年生まれ、キムジヨンの原作の小説家。<ー>はい、長男、ムジュさん。 同じ作家さんの、はい、同じ作家さんのその後に出た本。今も今から楽しみなんですけども、えー、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみに、この番組へのご感想を送ってくださった方に、抽選で82年生まれ、キムジヨンの日本語版をプレゼントしたいと思いますので、たくさんのお便りお願いします。はい、お願いします。